こんにちは、ぽんちゃんです。諸君ごきげんよう、卵閣下である。はい、花粉症です。早いっすね、はい、今日は、はい、今日もモッドです。はい、モッド特集第2弾。イエーイ。勝手に特集にしてやったけど、最近ちょっとご紹介したいモッドがね。そうそうそ う, そ う, そ う, そう、まあ、結構溜まってて、ね、そうそう溜まってて、今日ははいこちら、はいこちらサンボックス、アイムサンボックス、アイムサンボックスなのかな、うん、よくわかんねえ。アイムアイムってっていうなんかブランドなのか人なのかわかんないけど、とのそういうコラボなのらしいですと。だメーカーはあれかな、サンボックス。じゃサンボックスですね、はい、ゲームオーバー S、 こちらをレビューしていきたいと思う。パクった手元に参ります。いいよ。はい、手元にやってきました。いらっしゃい違う、いらっしゃいは私のせいです。ああ、ごめんなさい。はいじゃあやってみましょう、早速。はい、今回のレビューは、ああ、しまった、はい、今回のレビューはこちら、 今回はサンボックス、まだハイエンドですよ。はい、無駄遣いすぎだよ、カッカ。そうですよ、これ本当。じゃあちょっと紹介していきましょう。はい、これはね、もういつもカッカが使っちゃってるんで、はい、私はちょっと読むだけというか、はい、一応ですね、サンボックスプラスアイムと書いてあります。今の公式のホームページを、ね、見ていますけども、はい、で中に、チップが入ってるんだね、これね、はい、ボンバープロスクリーム、はい、そうそうそう、ボンバープロスクリーム、すごいね、すごい、ボンバーマンじゃん。ボンバーマンではないけども、まあまあ、ボンバーマンが入ってて、うん、そうそうそう、ボンバーマンは入ってないけどで、まあ、基板入ってるんで、一応まあセミメカ、セミメカかな、フッシュとかね、そうそうそう、近いね、うん、セミメカですと、はい、でマキシマムサプライが32アンペア、はい、まあ、32アンペアの出力と、はい、マックスですね。で、オートマチック&マニュアルアトマイザーディテクション、はい、なるほど。でアトマイザーなしとかは警告が出ますと。出ます、はい、で 0.15 オームから2オームの間で使えますと、はい、で、パフカットが5秒から20秒で設定ができます、はい、バッテリーカットオフが 2.7V から 3.5V、 あ、まあ、要はローバッテリープロテクションだね。そうだね、バッテリーがなくなってきたら、そう、使えなくなるよ、使えなくなるよっていう。なるほど。で、オーバーカレントプロテクション、はいはい、前は電流、過電流が流れた時もだ、ちゃんと制御してくれる、制御します、はい、でショートアウトプロテクション、まあ、ショートしててもダメよと、はい、ダメよと、はい、でリザーリバースバッテリープロテクション、あ、これだよね、電池を逆に入れても大丈夫。ああ、そう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 、なんか昔のはね、うん、結構それで壊れたんだって。ああ、そうなの、うん、チェンさんが言ってた、言っちゃった、チェンさん、チェンさんって言っちゃったね、した、はい、いう感じでした。はい、あとは任せます。はい、じゃあ我が輩が、今日は珍しく我が輩の説明が、そうですね、もうちょっと一歩しぐわ、あ、はい、じゃあそれやってる大きさを、うん、測っちゃうかな、うん、はい、じゃあまだ大きさをじゃあ測って、ちょっと大きさ上がりますね、はい、こっちで測っちゃいます。厚みは、うん、厚みはね、だいたい27mm、はい、27mm で、この一番でかいところ、この一番でかいところは 45mm、 あ、約ね、45mm、 高さが 78.5mm、はい、という感じでしたね。はい、はい、我が輩の仕事は終わりであると、うん、じゃあご苦労である。じゃあ中身進みますか、はい、中身、はい、じゃあいきますよ、これ何だろうね、わらわらまちではないんだよね、サンボックスカードです。でこれなんか裏に、まあ、サイトのあれかな、URL とかなんかこういう、お、うん、日本のマークありますね。そうそう、でこれね、日本の公式があるんだよね、日本語で。あ、日本語あんの、うん、日本語、イタリア見せ、今日本語あるんだけど、日本のページにはもうこれはあの、あ、載ってなかった、ないんだ、うん、はい、もう見つけられてないだけかもしれないけど、うん、なるほど、はい、でこれが、これがなんだろう、応戦カードだな、うん、だね、応戦カードね、うん、ゲームオーバーで、これ裏に、LE と S とミニ、ミニやん、でもこれ S ですよ、バッテンって書いてあるね、あ、そうね、こんな風に書いてますよ、なんでバッテンなの、丸じゃねえんだ、本当、あ、本当だ、あれとかレテンじゃねえんだとか、はい、はい、じゃあどんどんね、はい、どんどんいきましょう、これ2枚、
で、これ次がオーリングが、オーリングが2つほう、うん、で、これ謎の六角、これね、六角使うとこ特にない、謎の六角が現れた、これはアダルカンカーは説明してくれるでしょう、はい、で、あとはこのボンバースクリームユーザーマニュアル、説明書だね、まあ英語ですよね、これはね、フル英語、フル英語ね、で、あとこのなんとも言えない袋とかまあよくあるやつね、そうそう、はい、まあまあこれぴったり、ぴったり押さえる、ぴったり押さえる、ほう、なるほど、ってね、で、これね、なんかこれ、ね、首から下げれる、あ、本当だ、長い、首から下げるやついるのか、いないねなかなか多い、いや、いるかもしれないよ我が輩は下げない、うん、ですよね、で、まあこれね、サボックス、こんな感じ、ライブ、うん、あ、本当だ、こっち、このロゴちょっとかわいい、アイムジャグラーね、アイムジャグラーてってるってってはい、まあ中身はね、こんな感じです、あー、で、あとそうそう、本体でしょ、本体でしょ、本体と、もう中身入ってっけどボトル、ボトルなんか、あれだね、高級感があるね、これね、すごい、ごつい、ボトルの方、ボトルと、ボトルがね、またね、よくできてる内容物は、まあこんな感じと、なるほど、はい、で、一回ちょっとしまいます、あとこっちはティッシュですね、はい、ティッシュ、これはね、ふわふわソフトパッケージティッシュ、ふわふわよ、すごい、あの箱じゃないから楽なんだよ、捨てるのがね、確かに、そう、こういうのがね、こういうのはついてこないけどね、うん、ついてこない、いいんじゃないかな、ただ一個準備しとくと、そうですね、良いと思うぞ、一応大きさを紹介してるんですね、いや、いいよ縦が 195mm、横が 200mm で、なんとパルプ 100% うーん、素晴らしい、マックスパルプです、マックスパルプ、ね、アスクルで、マックス VG みたいなやつ、アスクルで売ってますじゃあね、これ、はい、電池を入れたので、うん、はい、で、マイナスが上で、下がプラスと、はいはいはい、電池入って、入りました、電池入りました、じゃ早速、うん、電源を入れたい、もう、まあ、電源は、5回プッシュで、いつものやつね、はい、よくあるやつね、これそうするとこれ、アイム、サボクス、スクリーム、おお、キュイーン、ちょっとね、こう逆っすね、まあいいか、逆じゃない、まあ、はい、うん、大丈夫、そう、こんな感じ、おお、かっこいい、そう、まあ、これ凝ってるね、ちょっと凝ってる、で、今ね、アトマイザーついてないでしょ、はい、はい、押すじゃん、はい、押すじゃん、押せよこれ、ミッキーとか押すじゃん、押すじゃん、おお、はい、すげえ、アドビのマークみたいな、エラーね、ちゃんと出る、うん、あ、いい、いいね、いいね、で、まあこれアトマイザーをつければしっかり、なるほど、ちょっとカメラマンや、わからない、俺でもどうなってるかよくわかんないから、大丈夫、大丈夫、任せろ、我が輩に任せたら置けばよい、じゃあこれ今もうアトマイザーをつけました、うんうん、いいね、いいね、はい、で、これは、これはね、もうなんかここにね、アトマイザーのオーム数とかこう、ね、出るんだけど、うんうん、ああ、うん、バッチリですね、で、ここのね、一番上がね、うん、これあの今ちょっと押すけど、うん、押すとこうグーってバーが減ってくるでしょ、ああ、なるほど、これがあの、パフの時間、はい、あ、なるほどね、でも吸ってる時見えなくない、まあ見えないですこう、はい、ここがこう 0W、 はいはいはい、で、これ押すとはジュン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 って完全に指で隠れてますからね、ここかな、やけどに注意、こうやって上がっていくと、ああ、上がって、こうやって上がってくるすごい、なかなか出ますね、で、ここに、アトマイザーのオム数が、うん、デコジが出る、はいはいはい、で、ここの下の 10.0 ってあるでしょ、うんうんうん、これが、なんていうかタイム、あ、10秒、パフカットの、パフカットの時間がここに出る、あ、さっき設定できるって書いてあった、そう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 、あ、じゃあ今10秒になってるよってことか、そう、今これは我が輩がね、10秒に設定したんだ、なるほど、はい、おお、で、ここに、電池のボルト、ボルト数、なんていうの、電圧で、ここはこの 0.0A なんだけど、これ、あ、まあまあ、そう、まだ押すとここも変わる、ね、はいはいはい、で、ここに電池の残量が出ると、うん、で、まあこう、とりあえず一番最初の画面ではずっとこう、なるほど、こういう感じね、かっこいいね、なかなかね、高級感のある液晶表示だね、あっつで、操作方法に移りたいと思うぞ、得意の、はい、
これボタン1個しかないじゃないですか、ね、そうこれボタン1個しかないんだけどね、いろいろできる。なるほど、はい、見せてもらおうか。ボタンで操作する場合は3回、3回押すとこうやって画面が移動します。でこれ押さないで、でこれあのアトマイザーの手こじを測ってくれる。なるほどね。3回押してこう押していくと選択。はいはいはい。で、使いたい項目で、うん、もう一回じゃあ手こじを測ります。使いたいところでボタンを離しておくと勝手に動く。はいはい、離して放置で確定。そう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 。うーん。で、これは 0.22 と、うん、今 OK よ、はい、いくよ。で次が、これがこれが何だっけ、バッテリーカットオフね。これが、あ、なるほどね。こう電圧が、下がったらこれ 3.5 これね、はいはいはい、電池の電圧が 3.5 まで下がったら、うん、なるほど、そう自動的に使えなくなるよってバッテリー方向だね。でこれが 2.7 から 3.5 まで。さっきの数字はそれか。そうだね、そうそう、はいはいはい。でちょっと移動しようかなこうだねっていう感じでね、はいはい、これが今なんだっけ、バッテリーカットオフでね、完全に中指で隠れてます。わかりました。で次がこれ優先時、うん、優先時タイムリミットね、はい、これあのパフボタンを押す長さかな。ああなるほど、うん、これがね、これがあ、0.5 刻みなんだ。そう、 0.5 刻みの5から20まで。20ね、なるほど。で、まあ、終わったら放置すれば、放置すると確定。なるほど、はい、おお。で、次がこれかな、これディスプレイオリエンテーションだっけ。違う違う、これディスプレイブライトネスだね、うん、ブライトネスは明るさか。ブライトネス明るさだね。もうちょっ ともう一回やります。でこれがディスプレイブライトネス、うん、でこれが 100%、 25% から 100%。 変わってる意味ね、全然変わんないんだよねなんだけど、まあいいか、とりあえずじゃあ今ここ明るいからね。明るい、あでもね結構ね分かりやすく暗くなる。あそうなの、うん、で今100に設定してたんで、うんうん、26 にします。あ確かに若干ね、とカメラだと分かんないかもしれないけど、本物を見てるとね、若干。なるほど、はい、次が、次がディスプレイオリエンテーションだね、うん、だね。これがライトレフトと、ライトレフト、ライトレフト、ライトレフトで、このライトレフトは今ライトになってるんで、うん、レフトにします。はい、そうすると逆さまになる。あま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 あ、こうなるわけよ。それで操作した方が撮影しやすくないですか。いや今度俺の自分の指で見えないなるほど、まあ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 、でまあこれね、うん、じゃあ、まあ、このまま続きをいきます。これで、まあこれ向きが変えられますよっていうのと、うん、これが、ユーザーラングエッジ、言語ですね。イングリッシュ、イングリッシュ、だからあのフレンチ伸びた、イングリッシュお、まあ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 、分かるやつがいいね。そうね、はい。で、最後が、うん、これね、このマークファクトリーデフォルト、はい、これが、工場出荷なので、あなるほど、これでキャンセルかコンファーム、決定かキャンセルか、すると元に戻る、元に戻っちゃう。なるほど、はい、これは液晶の操作方法はこんなもんかな。なるほどなるほど、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあボトルいきますか。はい、よいしょ。でですね、まあ、今ねもう使ってるんでね、うん、まあまあ、うん、まあこのボトルにもうすでにリキッド入れてあるんだけど、これがね、まあ、すごいすごいの、なんか高級感のあるボトルよね、この辺とかね、なんかもう金属じゃん。はい、でもね、中これ映る、ここ、ああいい、ここね、なんかこの中出てますね。そう、こいつがね、うん、これぶっ刺さるわけよ、これが。ほう、これがね、なんとね、我々初めて使った時若干ね感動した。感動、うん、
今までさ、こうスコンカーってさ、うん、こうなんかギュッギュッって、そうね、ギュッギュッって言ってブチュッって、で撮る時もさ、なんかグイ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 やってさ、でもこのブチャ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 この辺ビッタビタになるじゃん。はい、そういうものですね。なんとこれそういうストレスがほぼない。もう早速ね、早速入れたいと思う。よ。いい？いいですか？どうぞどうぞ。お、これだけ。もうすごいね。で、取る時もここに指突っ込んで、ああ、キュッてやるじゃん。で、ここから下から。ほー。で、しかも、うん、よくスコンカーさ、この周り、ここの周りがさ、うんうん、びっちゃびちゃになるじゃない。なるね。で、なんか中もリキッドだらけになるじゃん。そう、しかもね、掃除しづらいんですよ、その場所がね。ね、ほぼない。おお、ここね。そう。なるほど。よっぽど逆さにしたりとかしないといけないね。ないと思う。いいっすね。なるほど、なるほど。おー。さすがだなと。これはね、でも本当にね、ここはすごい感動した。これは満足感あるだろうね。なるほど。え、これさ、はい、そのままこれなんかネジ蓋とかは ないんだ。もうこれでボトルがこう使ってるとスポンと落っこってきたり、あ、ない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 、おこれで大丈夫。なるほど。でね、まあ、もうまだねボトルにね秘密があるんですよ。まだあるの。そう、これね、これちょっと一回ボトル開けるね。うん、映ってる。もうちょっと奥っすね、うん、あそこで。でこれ、これ金属じゃん、うん、でまあこう長さがさぴったりくらいだよ。だね、よくできてるね。下にね当たるのよ。でこう入れる時もね、ここあボトルの下からここを押せるぐらいぴったりしてる。なるほどね。そうで、ここね、ここ、これよく見て、これほう、あー、なるほど。十字になってるから下にくっついててもリキッドが最後まで吸い込めるっていう。そういうことか。これがね、なかなかね、よくできてるね。よくできてるんですよ。映ったかな。大丈夫です。はい、そう。ははー。これね、やっぱりね、ここにもね、感動した。そのボトルを入れる時も、はいはい、要は下から押し上げればいい。そうそうそう、押し上げてもブチュってならない。ならない。あの、支えがあればね。そう。で、鉄だから、グニュってならない。ならないよね。そう。おお。これね、なかなかね、素晴らしい。なかなか優れものなんですよ。ちゃんと考えてるんですよ。で、さっきね、はい、謎の六角レンチね、閉まっちゃったんだけど、謎の六角レンチ、このね、謎の六角レンチの使い道をね、最初我が輩は気づかなかったわけですよ。うん、まあね、六角レンチはいつも泣かされるからね、我々は。そうだねそうだね、泣かされ気味だよね。そう、訂正動画このリングは本当にどこに使うのかね、わかんないんだけど。え、わかんないの。でもわかんないよ。さっきのじゃないので、多分、うん、いや、大きさはちょっと違う、うん、で、ね、これ下出る。はいはいはい、下出るな。こうポチピン全然出てないじゃん。確かに、うん、で、最初そのままね、我が輩つけたわけよ。そしたらね、悲しいことにですよ、ここにね、ここに傷入っちゃった。ああ、まあまあ、見えますね。もうね、必死になって消したんですけど、まあ、やっぱりね、残ってるわけで、まあ、あの、ま、回ってる時のね、そうそうそう、ここの線がさ、入っちゃったね。ああ、しょうがねえかって諦めていたところですよ。こうよく見て、ここ真ん中のところ、はいはいはい、ここさ、六角入るんですよ。なるほどね。で、ここでこう高さを調整して、ポジピンが短いアトマイザーでもちゃんと高さを稼げると。なるほど、はい、スプリングではないってこと。スプリングではないの。そう、まあ多分ね、これ普通にまだ買えるっぽいんで、まあそうね、売ってるところには売ってると思うんでね、買おうと思ってる方は気をつけていただきたいなと。結構持ってる人もいるからね。うん、なるほど。同じことした人もいるか分かんないけどね。まあ価格違っていうんだね。みんなね、ちゃんとやっぱり見てるからちゃんと。そうで、とりあえず吸ってみようと。まあ一応吸ってみますか。あー、うまい。とにかくうまい。ちなみに中身はピンクパンサーのスムージーです。はい、いかがでしたでしょうか。はい
こんなもんかな。こんなもんだろうな。こんなもんだよね、うん、他に何もないよね。他にはないと思う。まあこのオーリングだね。うん、ああこのオーリングがよくわからない。でなんかね、こっち側、こっち側、こことかないの。ここね、ここかね、ここだと思うんだよ。ここも外れそうなんだよ。外してみようぜ。え、外す今やる多分ね、ここのどっかなんだよね。あ、これだ。多分ここだろう。そこの奥にあるんじゃないの。この奥、っぽくない。ちょうど大きさもそんな感じじゃない、太さも。あー、多いね。これだとしたら、これを買うのは大変じゃないですか。あ、だからこれを外せば、そう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 、多分そこ だと思う。ただこれ外せる感じだもんね。うん、ただ何で外すかがよくわからない、うん、だから今日はやめときます。今日はやめとこう。今日はやめときましょうか。うまた、ね、訂正動画になる可能性もあるからね、うん、そう。謎のウォーリングに関しては誰か教えてくれでいいかもしれない教えてください。予想で言っとく、多分ここってなるほどね。それ外せる、うん、ピース取る。いやこれ絶対これあれだぜ、拾えないところだぜ。だって丸くなっちゃってるから滑っちゃう。いや、やめようやめよう、傷入るから。もうこれ以上俺は傷を増やしたくない。あ、今回ってる。回ってます。回ってる。俺はこれ以上傷を増やしたくないんで。ちょワントライ、せめてお前セラミックだろ。いやいや、セラミックダメ、割れちゃうから。え、ワントライワントライ。いやもう傷入れんなよ、もう絶対傷入れんなよ大丈夫だって。大丈夫じゃねえよお前、不安しかねえよ。ガリッガリッ、あ、バッカお前、今やばい音したお前って思うじゃん、って思うじゃん。傷は入ってますよ。し、慣れてる。しかも硬い。じゃあちょっと冒険しすぎだよお前冒険しすぎだよ、もうやめようよ。視聴者数、いやややめてくれよむしろなんならぶっ壊すぐらいの。いやもうやめてもうやめて。もう硬いよ、すげえ硬い。これちょっとね、これじゃ無理だったね。でもそこだろうな、おそらくね。なんか裏から見るとあるから。確かに入ってる、ぽいのが、うんうん、で、これね、使ってみて分かったんだけど、持つじゃない、はい、この、ここ見て、ここ、そのくぼみ、くぼみというか、切り欠きというか。そう、これ、小指がぴったり。あー、これ謎の、なんていうの、落ち着く感じがある。あ、それはあるね、うん、さっきもっと分かった。そう、うん、フィット感がすごい、握った時の。で、別に左手でもできるんだけど、左手だとボタンが押しづらい。そうだね。なんだけど、まあ押せないこともない、うんうん、なんだけどね、やっぱり、ね、こう右の方がしっくりくる。そうですね。そう、そう、その小指のかかりはいいね。これがね、なんかね、いいんだよ。よくできてる。よくできてる。癖になる。お気に入りと。はい。もう、スコンカー、これが今一番お気に入りですね。なるほどね。まあ、結構ね、いろんなスコンカー使っているもんね。そう。スコンカーが4代目かな？ 4 代目。うん。よいしょ。4代目にして。やっぱね、高いだけある。まあね。ここいいね。フィット感たまらない。すごいね、これ。すごい。気に、あ、やばい、手から気に入っちゃうでしょ。手から外れない気がする。そうだろう。そうだろう。お金をくれればいいですはい。まあいずれね、そのあんまり使わなくなったら分解にもチャレンジしたい。今よ、いや今の時大丈夫だって。冒険したくないよまだ。じゃあ次回の動画で。次回のスコンカーの動画で。ああそうだね。とりあえずこのネジを外したいじゃん、まず。そう、ここはちょっと、ね、外してみたい。まあなんか多分基板が入ってるだろうから、それもちょっと見たい、ね、どんな基板かね、見たいよね。まあ今回はそんな操作説明ぐらいにしておいてくださいそうだな、今日はこれぐらいで勘弁してやろう。そう、今日勘弁してくださいすいませんというわけで、はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと珍しいスコンカーはね、今日は各館の私物を上回りのお気に入りスコンカーです。紹介してみました。はい、まだまだもっと特集は続きます。はい、まだまだあります。まだありますから今日はスコンカー。今日前回はメカチューブ、はい、メカチューブ。今回はセミメカスコンカーでしょ、はい、次は何だって話ですか。次は、ヒントは仮面ライダーです。ちょっと何言ってか分かんないですけどまあ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 何言ってか分かんないですそうだけど、まあ、まあいいだろう。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。
喋った何も喋った。ごきげんよう。それ大きな挨拶、まあいいか